洞窟の教会だそうです。で、ルームメイトに写真を見せてもらって、それでもう満足、20両かかるしちょっと満足しちゃったので、ずっと上まで登っていきたいと思います。ルームメイトのルーカス曰くめちゃ登るらしいです。昨日これ買ったジャケットと、一昨日買ったこのワンピース、かわいい。やっぱ服がかわいいと一日のその気分が上がるので、めちゃくちゃ今日はテンション高いつもりです。これでも緩やかな坂をめちゃくちゃ登るって言ってました。途中の景色です。この橋、さっきのリベルティブリッジだったかな、から今登ってきてます。なんかところどころにこうやってハートさっき4あって今5ある、これ道順なのかな。今日はやっと雨じゃないです。昨日は一日中雨だったのでめちゃくちゃ困りました。雨がついちゃって全然写真が撮れなくて、せっかく昨日ブダ城とか、なんか全部曇りでちょっと残念です。まあちょっと汚れないかっていう心配が、どっちも薄い色だから色がつきやすい。でちょっとなんかね、多分ここ肩パッド入ってる、他のね服も肩パッド入ってる服が多かった。メイドインフィンランドって書いてありました。これが初日に行ったなんちゃら大聖堂です。でここの橋を、ここに見えるこの真ん中にあるかわいい建物がマーケットです。私がよく行くというか、この人にディルハムをがっぽり取られ、2000ポリントも取られ、なんか最悪4000円ぐらいなくなった気がする。 2000 years later 上まで登ってきました。下寺っていうとこです。多分あっちかに、多分ゲットレート温泉みたいな名前の温泉が、有名な温泉があります。でも今日はセーチェーニ温泉のとこに、夕方ぐらいから行こうと思います。ブダペストでハンガリーでやりたかったことの一つですね。お土産屋さんがあります。あ、これだ、この温泉ゲットレーゲットなんちゃらかんちゃら温泉が有名です。で、カメラの充電が一つになっちゃったから、ここを行った後ホステル戻って、で昨日食べたビーフシチューが美味しかったので、もう一回ビーフシチューが食べたいからビーフシチュー食べて、シナゴクっていうユダヤ人街にある、とりあえずに行こうと思います。どうやって下るんだろう。
でしょ。しかここはダメだって言われて、日本のはダメだって言われました。なので大人で4500ポイントです。今はドハンニー街にあるシナゴク、ユダヤ教のシナゴクに来ています。ここはヨーロッパで一番大きいシナゴクだそうです。すごい、初めて入った。ユダヤ教ヨーロッパ最大のシナゴクでした。ここのシナゴクは異例の地でもあるので、来てからいろいろ調べたんですけど、調べたりとか壁に書いてある英語を読んで、ここがどういうものなのかっていうものを見たので、まあ、ただの観光地、観光客も中に入れるシナゴクじゃなくて異例の地だっていうのをちゃんと考えてた方がいいと思いました。今日ではお花や食べ物をお供えするんではなくて、こうやって石をお供えするらしいです。葉っぱ一つ一つに心を押すとの犠牲となった40万のハンガリーユダヤ人の名が刻まれています。そして石は永遠に朽ちることがないということで、ユダヤ教では石をお供えするようです。でここのセキュリティが結構厳重、他のところと比べると厳重で、荷物のチェック、カバンのチャック中開けて、もうがっつり中ガサガサされて、空港とかに回るようなゲートをくぐって中に入っていきます。
初めてユダヤ教のシナゴクに入りましたが、面白かったです。なんかで男性の人は多分チケット買う時か入り口で小さい紙の頭にかぶるやつ、ユダヤ教なのでをかぶらなくちゃいけないみたいで、紙製のを入り口で配っています。女性はないですけど、男性はかぶらなくてはいけないです。あ、そうだ、世界三大目に大きいシナゴクだそうです。ここにあるシナゴクは。では今から聖地に温泉に、もう温泉グッズ持ってきたから行こうと思います。この三角帽子をかぶって中に入っていきます。では出よう、出た。歩いているところです。さっきのカフェモカが美味しくなさすぎてめちゃくちゃ、何あの味って感じ、もう本当にびっくりしちゃう、美味しくなさすぎてびっくりしちゃう。昨日行ったカフェもそうだし、さっき行ったオーガニック 100% オーガニックコーヒー屋さんもそうだけど、どっちもね、抹茶ラテがありました。抹茶ラテは砂糖を自分で調節っていうか、全く甘みのない抹茶ラテで、言いたかったのはどのカフェも抹茶ラテがあるっていうことでした。はい、英雄広場にやってきました。なぜ英雄広場、基本的にぬるいです。ぬるかったからもうサウナばっか入ってました。サウナも全然そんな暑くなかったし、岩盤浴日本でもよく湧いてたからサウナの方ばっか入ってました。でお外の温水プールよりも中の温水プールの方があったかめかなって思いました。5時半から行って今8時です。サウナ行ったり休んだり
お湯使ったり休んだり、なかなかは飲める水道水、なんかこのピューってやるやつ、あれがあって、あれで飲んでました。日本の岩盤浴とかだったらさ、なんかペットボトルは持ち込みダメ だけど、ここはペットボトルの水持ってきてる人もいるけど、その中では温水プールの中では飲んじゃダメですよ、食べちゃダメですよっていう、そういうルールがあるみたいです。疲れた、疲れたけどなんかめっちゃリフレッシュできたって感じです。本当はドナウ川の夜のクルーズ行きたかったけど、なんか一人で行くのはちょっとなって思って、ルームメイトに行かないのって言われたけど、行きたいけど、もう最後の夜になっちゃいました。明日の朝11時半初のスプリット行き、クロアチアスプリット行きのバスに乗ります。なので今日で丸々1日遊べるブタペストは最後でした。私的にもう絶対絶対行きたい国ですね。もうちょっとゆっくりしたい。てか住めると思った。って温泉あるでしょ、物価安いでしょ、古着屋さんいっぱいあるでしょ、アンティーク屋さんもいっぱいあるでしょ。今日でもお昼にあのハンガリーのフードのソーセージ食べたけど、ソーセージはちょっと美味しくなかったです。多分自分が食べたお店が美味しくなかったってことにしときたい。価格が本当安いからまた来たいですね。私ここの英雄がまっすぐ行って、あっちのお城に行っちゃったから温泉の入り口迷っちゃったんですけど、あっちのお城興味ないよっていう人はこの英雄広場を左からこう回っていくとエントランスに行けます。なんかしてる。自分のちょうど降りた駅だけなんか新しくなっちゃってて超ショックなんだけど、めちゃくちゃそれまで可愛い可愛い駅のホームだったのにちょっとショック。なんか忘れ、あ、思い出した、サンカットクリームを忘れたから。もう温泉だからさ、あの日焼け止めっていう意識がなかったけど、よく考えたら屋外温泉プールだもんっていうので、日焼け止めを忘れないでください。なんか入り口のエントランスのところで日焼け止めが売ってたので、だから日焼け止め塗っていいところです。今、ドナウ川のなんとか鎖橋に向けて今歩いています。こんな感じ。このレトロな電車がまたいいよね。来て、この夜景を見た瞬間に、あ、8時のクルーズがいいってこのことかって思いました。めちゃくちゃ綺麗で、でも今すべてやりたいことをやっちゃうと次のやることなくなっちゃうっていうことで、っていうことにしとこう。すごいこの景色がいいっていうのを伝えたい。ほらすごい、これちょっと写真撮ろう。
次来る目的を作ったので行きたいと思います。今日でブダペスト、ハンガリーが最後なので、もうちょっと長いこといたかったけど今日で終わりです。ではバイバーイ。ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回からはクロアチア共和国の首都ザグレブへ行った時の様子を Vlog でお届けできればと思います。首都でありながらのんびりとしており、歴史がたくさん詰まった旧市街の素敵な街の魅力が少しでも伝われば嬉しいです。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。